最近感動できる素晴らしいアニメが増えているように感じています摂取できる感動は適量を超えているのではないかということですポジティブな体験でも過剰になればストレスの原因になるとも言われていますそれならば絶えず供給される素晴らしいアニメの適度な摂取量は考えるべきなのでしょうか40代50になってくるとかつて浴びるようにアニメとか漫画を見て楽しかったんだけども最近は昔のように新作コンテンツが楽しめなくなったかえって昔見てたものを見返す方が楽しいという人 徐々に増えてくるんですよねつまり浴びるように楽しいのって実は今だけだと僕は思うんです今のうちに泣けるだけ泣いとけっていうのが <laughs> 正直あります40になるとあんなに泣けたのがもう泣けないっていう風になって逆に10代の頃に見たらあんま面白くなかったアニメとか漫画がやたら泣けるっていうのも出てくるので今の感覚を味わっていくのがいいと思うんですよねただ 物語の魅力って凄まじいし本当にそこに取り込まれたら新しいこと何もできなくなるっていうのはあることあるんで適度な距離を保つ方がいいんです方法としては二次創作作の小説書くととととかかかプラモデル作るるそれに関係した何かを始めるといいと思う例えばガルパーのアニメばっかり見てたんだけども戦車のプラモデル作るようになったっていう人は趣味が横の方に広がるわけだよ、ね、横の方に広がると一つのことがあんま面白くなくなった時もう片っぽの方が豊かになることもあるのでできれ 例えばその横方向に拡張するような趣味を増やしていければベストだと思います。